海外版のオープニングは、ザーの声優さんが歌ってるらしいで。カントリー調で、またいい感じっぽいですよ。バカゲー探訪機。キリキリキリタン、キリキリタン、キリタン。せやせやせやで、せやせやで、せやでやな。いや、殲滅ジャッカルってなんだよ。お、時計台にすげえ爆弾ある。一箇所に集めすぎでは。名前がド直球というか、被爆用のロボットがわざわざあるんか。被爆するために生まれた悲しきロボットよ。と、ここでザンが登場やな。スーパーウルトラセクシー登場。いや、お前も見ような格好をしてるだろ。というか、そのコビどうにかセーサウルス。では改めまして、セカンドインパクトやっていきましょう。お、なんか上に数字あるな。時間以内に被爆の助を撃破しないと、ゲームオーバーってことでしょうね。雑魚は無視して、あいつだけに集中しましょう。ここはほんまにこいつ切るだけやから、ざっくり倍速していくで。結構ザクザク切ってますけど、銃で撃ちまくった分は楽かもしれませんね。さあ、無敵時間も気にせず、キルキルキル。も。え、あ、このステージ、こいつだけで終わり？よっしゃ、キリタン、思いっきり連打や。おぉ、スイバイ。ちなみにこのラッシュシーン、ちゃんとコンボを決めると、キル数が加算されるみたいやで。ほう、ほんとだ。こうやって高い数字を出していくんですね。おう、前回より、すごく数値増えたな。これぐらいズバズバやれると気持ちいいですね。じゃあ、起爆の助、お前の罪を数えます。腹切り。いや、こいつの殻とは。ま、何はともあれ、2面、クリアです。ほぼ刀で草。しかし私はヒーローだ。あと評価項目の。セクシーってなんやねん。スモーチャンク、こいつがこの辺りのボスでしょうか。絶対ドスコイって喋り方やで、こいつ。サードインパクト。赤もん。オリエンタルダークパワー。さあ、追いついたぜ、ジャッカル。お、早速ボスの登場が。いや、このピール、あとやっぱりドスコイもやったな。尖ったスモアレスラー姿で草。あとどこから降ってきたんや、これ。何はともあれ、3面スタートです。おっしゃ、ぶちかましたで。お、どうやら銃であそこを狙うみたいですね。火の玉を撃ってくるから、ガードか弾くかしろってことやな。おっしゃ、マロギリギリまで、あっち。注意1秒怪我一生、ガードは急にできません。ちょっとガード動作が遅いので、とっさのガードは厳しそうですね。何でもキャンセルして外ガードの、タイミング取りにくい時あるけどな。さて、少々ダメージをもらいましたが、問題なし。サクッと周りを探索してから、奥に進みましょう。なんかマグナムドンみたいなのを入手し、奥に進んでいきます。おっと、わらわらの大群やな。こいつらガードとかしてこないし、ライフ少ないし。相手にするには一番ですね。遠慮なく、ハリケーン切りの意識にしてやるぜ。まあ、一回一回相手にするのは面倒しな。ザクを一掃したので、さらに奥に進みます。今の部屋は、左上のヒーローゲージ貯める場所やったんかな。うん、バンディチが赤忍者とこっしょりしてる。鍵爪プレートは、なかなかの変態さんやな。ほら、年齢制限かかるだろ。エッチな忍者は成敗。マグナム弾をぶち込まれ、しめやかに爆発さ。一人になった後は、刀の錆にしてやるぞ。終わりだ。一応正義のヒーローなんで、天才も助けておきましょう。必殺技使っててくさ。さあ、ガンガン行きますよ。お、すごいことなってるな。急にプラットフォームやらせるじゃん。まあ、アクションゲームらしいけどな。しかしこの程度敵にあらず、手首ぐるぐるジャンプ。ザンの手首どうなってるねん。手首にモーター入っとんのか。だとしても回転数少なすぎて、どうやって浮遊してるかなぞ。うん、これはスーパーウルトラセクシージャンプ。お、なんかの表部屋に出ましたね。まだ決体のが出てきたで。ちゃんこちゃん、ちゃんこ。今度はちゃんこのか。ちゃん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 でちゃんでちゃんこ。なんか中国語みたいやな。ま、よくわかりませんが、
サクッと切り倒しちゃいましょう。マグナム弾に沈め、何？こいつ弾をもろともしないだと？なら、ハッスルタイム解禁だ。切り刻んでやるぜ。ふふっ。だっさ。いやまあ、ハッスルタイム。無敵時間ないからしゃあないけどさ。発動時の敵ぐらいあればよかったんですけど、ほぼないので、発動後直後にやられちゃうことあるんですよね。今、まさに腹でぶっ飛ばされてたな。しかし、その分必殺技も打ち放題なので、いいバランス調整とも言えますね。ではこの調子で、ちゃんこどもを切り刻みます。ほら、ハッスルタイムの良しで突破じゃ。一応補足しとくと、交互に攻撃してくるから、ヒットアンドアウェアで対マンしてれば、楽勝に勝てるで。ではチャンコを撃破したので、ジャッカル女とドスコイを追いかけましょう。お、またイベントか？なんだこいつ？プッシュプッシュ言いながら、廊下を進んでくるで。あ、これ、前回の爆弾パターンだ。うおー。オラ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 。前後ハリケロボのラッシュの速さ比べやな。これ想像以上に連打がきつい。オラ、見たくこの野郎。なんかすげえ壊れ方したな。あ、ジャッカル女。確かにまあ、可愛くはあったかも。しかし、悪の手先である以上、こける情けはなし。地祭りにあげてやるジャッカルよ。マグナム弾ジャッカル。どうやらこいつは、食らうたびにワープするっぽいな。ただ目の前から消えても、レーダーの青い点がボスやから、それを見ながら対処すれば、さほど困らないジャッカル。しかし場所が分かっても、ワラブラーが邪魔で、ターゲットを吸われちゃいますね。まあ、どの道連続では攻撃できひんから、地道に削っていくだけやな。戦い方まで奪いちゃったり、おとなしくセクシーに切られる。これで終わりだ。次回かかった上に、そこそこライフも削られたな。まあ、ワーク系キャラのチュートリアルと思えば、安い授業料ですよ。さあ、残すは相撲チャンプのミドスコイ。ジパング男子なら、堂々と出てこいや。あ、案外近くにいた。おろ、また誰か捕まってるみたいやな。嫌だからそのピンオンは何なんだよ。メリケンとか。そういう類のワードやろか。そんなこと考えてる場合じゃない。スモーチャンプ、お前を成敗してやるぜ。あ、箱が見えたからアイテム回収しよっと。ご丁寧に回復を配置するボスの鏡。おっと、こいつも無敵持ちか。なら一回離れて。おわ、なんか火吐いてきた。しかし隙ありやな。うわ、ハッスルタイム。お、なんかこいつめっちゃ攻撃通るな。ようやくまともにハッスルタイムが機能してる感じするわ。おっと、また無敵状態。前回よろしく。この間は逃げに徹するのが良さそうですね。まあ攻撃しても意味ないしな。ではこのパターンを繰り返していきましょう。今のところボス戦はパターン覚えて対処って感じやな。ただまあ無敵時間があるので、一気にズバズバ切れないのはちょっとだけ残念です。さあ、しばらくここで一気に決めますよ。終わりだ、ドスコイ。とどめ。ふおおおお、連打連打連打。てかこのゲーム、割と連打シーン多いよな。よし、今回はコンボを意識して、とどめ決めますよ。おう、モリモリキルが溜まっていくで。おらん、1000キル突破。まさしくとどめやな。さあ、スモーチャンプ、お前の罪を数えな。絶望がお前のゴールや。おろし。なんかただくるくる回ってただけなような。やべえ、ドスコイの6枚おろしが。ということで、無事3面もクリアやな。ギミックも増えてきて、ステージ攻略の楽しさも出てきましたね。この難易度が続けばええけどな。いや、人たちでそうはならへんやろ。You're late, Zan. あら、また知り合い？ What are you doing here? 伝説のボーカロイド。I'm here to help you. あ、初音は師匠鈴木の孫娘です。Help, huh? オープニングにチラッと映ってたで。I was spying on them. どうやらスパイとして敵に捕まっていたみたいですね。そして謎セクシーカット。Well, you did? It's true. The boss's name is Takamasho. Takamasho. こいつ、オープニングでサンを切ったやつやな。高城かな。He built a castle west of here. He's there. またえらい派手な城やな。Takamasho. He's the one wearing the mask.I see. That's plenty. まあ場所さえ分かれば行くだけですからね。I'll take care of the rest. You take care of these people, okay? ってことで次目指すのは近郊にあるお城やな。No problem. You be careful. お、馬にガンマン。ここだけ見たら純然たるウエスタンですね。
テープに似つかわしくない。めっちゃ派手な汽車出てきた。そういえば、この目玉のマーク、これがジャッカルのロゴなんですね。ジャッカル感は一切ないけどな。つまり、この後を追っていけば。目的地に到着ってことやな。え、なんで馬から降りたの？なんで走ってるねん。あと走って汽車に追いついてるのもやばい。馬乗ってた意味とは。しかも前ジャンプで追いつくんかい。なんか急にバカな要素もりもりにしてきましたね。ツッコミどころが多すぎる。さて気を取り直して、フォースインパクト。爆走。ヘルトレイン。え、なになに？いきなり仲間割れ？どうやら組手でストレス発散してるらしいやつ。ゴミが一番ガバガバでくさ。まあ、変なやつなのは否定できるな。しかしこの列車、中身すっかすかですね。だが暴れるには好都合。悪の鬼忍者をボッコボコにしたで。うん、前回あたりの敵から遠距離攻撃ガードしてきますね。まあ銃が効きすぎたら遠距離最強になってまうからな。あとプレイして気がついたんですが、どうやら必殺技発動中はザンは無敵になるみたいなので、敵の攻撃に合わせて発動すると自動的に無敵カウンターになります。まあ敵もこっちの攻撃にカウンターしてくるけどな。見えた、必殺技カウンター。おう、見事に決まったな。敵の攻撃も激しくなってきているので、ここからはどんどん使っていきましょう。必殺技ダメージの回復も早いし、このゲームは必殺技を重視してるのかもな。さて、雑魚も一掃したので、次の車両に向かいましょう。緑茶で HP も回復して万全やな。なんだ？15秒後に爆発するジャッカル。そして牢屋に大量のパン一が。いや、ザンならできる。全員を助けて、爆発する前に脱出だ。いや、これ割とギリギリちゃうか。もう、間に合え。あと一つ。あ、ここアイテムか。まだ余裕ですね。しかし人質を取るか、自分を取るか、結構エグい選択迫ってくる場所やったが。え、なに、急にレーザー出てきたけど。避けて進むってことか。時間制限もあるし、なんか動きも早いし、ここむずくない？即死罠じゃないだけ良心的やな。くそ、時間制限オーバーしちゃった。しかし、今ので攻略方法を見つけましたよ。おう、マジか。それは、罠を無視することです。なぜかヒラーすると前にぶっ飛ぶので、多分、これが一番早いと思います。ゴリ押しもゴリ押しでくさ。いやまあ、これでも残り1秒やから、避けて進むのは、かなりむずいと思うけどさ。さてお次は、このカーソルの棒を、全部破壊するギミックっぽいですね。謎の力で動いてる鉄球が、邪魔してくる感じやな。しかしまあ、さっきまでに比べると、しょぼいトラックですね。時間制限がないだけで、ゆとりたっぷりやな。というかこの汽車、侵入者対策に車両先すぎでは。人質車両以外、ほぼ空気輸送やな。鉄球に合わせて必殺技。ということで、謎エリア突破です。さて、この後もまだ続くんやけど、ぶっちゃけ終盤まで、さっきのトラックの繰り返しやから、進展があるまでは、超倍速するで。一応全部、難易度は上がってるんですけどね。とはいえ、ゲームオーバーになるぐらい難しいわけでもないしな。しかしますますこの汽車の存在意義が謎です。お、なんか新しい部屋来た。お、後ろからレーザーが迫ってくる系か？ならば逃げるだけだぜ。あ、ここ、恒例の連打タイムか。3、VS 扇風機やな。うりょーい。お、ここの連打はなんか楽だったな。うおー、なんかめっちゃ爆発した。この爆発じゃ、車両は潰れないのか。しかし、連打イベントがあったということは、そろそろボスが近い合図。お、客車に誰かおるな。今日はズン姉様のお下がりパンツです。なんかこいつ声小さいな。腹から声出せや。とりあえず中ボスっぽいので、ハッスルタイムで切り刻んじゃいましょう。ちょっとガードが硬いだけの普通の敵やったな。ゴリ押しでサクッと解決です。では回復したので、さらに奥に進みましょう。お、なんかまた変な車両に出たな。動力部かなんかでしょうか。あ、絶対こいつボスだ。まあ明らかに見た目ちゃうしな。え、こいつ普通に英語喋ってる。It's the super ultra sexy hero, Zan. そういえば、この愛称を敵に言うのは初めてですね。めちゃくちゃ笑われてるやん。いや、どの言葉やねん。ただ名乗っただけやんか。名乗っただけでいきり扱いされるのかわいそう。
あ、入り口近くにあったの。収納カプセルだったんですね。なるほど。この記者は、こいつを運輸してたんやな。で、あいつを、このからくりロボットの設計者。いや、完全に近未来設備やんけ。時代設定どうなってるねん。というわけで、4面のボス戦ですね。戦いやすい位置まで移動して、現実に切っていきましょう。お、なんやねん。ロボの割に、防御力はあんまないやんけ。しっかりガードして反撃。お、もう半分近く削りましたよ。ちょっと、逃げようたって無駄ですよ。マップを見れば、場所はわかりますからね。さあ、このまま決めてやんけ。何？無敵の上に回復してる？どうやらその突き出したやつで、回復してるみたいだな。なるほど、まずは充電装置を破壊しろってことですか。ふ、種さえわかってしまえば、怖くはないですよ。ボスの回復を誘発して、装置を切り刻んでいきます。しかしまあ、弱点がわかりやすくて助かるな。こういう露骨なのは、最近減りましたからね。両方破壊できました。ほな残るは今回だけやな。じゃあ最後のハッスルタイムで決めてやるぜ。回復を失ったお前はただの別の号だ。スーパーウルトラセクシーラッシュを食らえ。とどめタイム。しかし冷静に考えて、親指一つでコインを何十メートルも飛ばすジャンのパワーすごいですね。ということで恒例のめった切りタイムだ。ちょっぴり裏話やけど、ここでかっこよく決めるのちょっとむずいで。ちょっとでもミスったらとどめランク超下がりますからね。ゲルセロのお前を切る。お前が本当の奥に染まる前に。ザン、これにて一件落着。しかしとどめランク B でザンって名前使っちゃうやな。一体 A はどんな技名なんでしょうね。もしかして、あの充電装置が列車の動力源だったやつ？やとしたら、敵の本拠地までは行けへんな。お、黒煙からスーパーウルトラセクシー登場や。It's your turn. あ、そういえば、変なジジイいましたね。Well, well, you're better than I thought. I'm sorry, but there won't be any next time for you.なんかこいつの喋り方、妙に癖になるな。いや、あっさり空を飛ぶの。ウエスタンでどういう技術使ってるんだよ。え、その距離で拳銃当たるん？すげえ、次元大介も真っ青な腕前ですね。しかもあの C さん撃墜されたやん。思わせぶっといて、これで退場かいな。これは見たことない新展開ですね。まあ、赤ゲーらしい超展開とも言えますけど。さて、ザンはザンで脱出やな。感性の法則をゼロにする、圧倒的受け身。そして列車は、盛大に爆発っさん。やべえ爆発してる。何積んでたんだよあの列車。悪の列車の爆発を見届けて、ザンはまた敵の本拠地へと歩みを進めるのであった。ということで、今回はここまで。物語も中盤に差し掛かってきたって感じやな。次回はもっとはちゃめちゃステージが待ち受けるので楽しみにお待ちください。ほな、長くなったけど今回もご視聴ありがとうやで。では皆さん、最後はご一緒に。スーパーウルトラセクシーヒーロー。